だからまあ、具体的にちゃんと伝えた方がいいんじゃないの？もしもし。もしもし、おはようございます。あ、おはようございます。あの、グッズのやつなんですけど、その制作会社の方との打ち合わせっていうのは連絡ありました？送っていただいたサンプルと、あと、別途、あの、僕たちが本来、販売しようかなというふうに考えていたグッズについての打ち合わせっていうのを日程調整しているところなので、はいはいはい、どう思いますか、あの2つ目のやつ。前回に比べたら、はい、あの元のスタンプに少しは近づいていただけてるのかなというふうに思うんですけど、はい、難しいですよね。これを販売するのは多分難しいですよね。ちょっとこれって最終的にいつまでに完成させるものですかね？そうですね。でしたら、9月下旬までにはキャラデザインっていうのは完成させとかないといけないというふうに思います。そうですよね。どうだろう。単純に、可愛くないかなっては思ってて。そうですね。一つ目が去年のやつで、二つ目今回で、なんか何をするにも一つ目を超えるって結構ものすごいあれじゃないですか。なんかドラマとかにもそうだし、二つ目に関してはもう自分が、あ、もうこれでいけるって思うやつじゃなきゃ多分絶対なんか欲しいと思えないと思うんですね。OK です。わかりました。はい。はい。まあ、そのまた日程決まり次第、こちらからお知らせさせていただきます。はい。よろしくお願いします。どうだった？ユーディとの打ち合わせは。うん。進みそう？ちゃんと。そうだね。まあ、その、制作会社の方にも頑張っていただいて、自分も頑張んなきゃなと思うんだけど。やっぱりその、さっきも話したけど、うん。ドラマとか映画とかもそうだと思うんだけど、うんうんうん、まあ、舞台とかもそうなんだけど、うん、第1弾がすごく良くて、うん、そのまま第2弾に行くことってよくあると思うんだけど、うん、その第2弾が第1弾を超えるって相当難しいと思ってて、そうね。第1弾ですんごい記憶が残ってるものだから、うん、それを超える第2弾っていうのは難しいなと思うんだけど、で、そうなるとするならば、うんうん、もう自分がめちゃくちゃいいとか、うん、もうこれでいける 100% じゃなくて 200% ぐらいに思えるものじゃないと、うん、多分、その見てる方とか、その応援してくれる方、そのグッズが欲しいって言ってくれる方は、うんうん、多分ね、見抜くと思うのね。うん、そういう意味でも。うん、だから、ちょっと、もっと頑張んなきゃいけない。かなと思うね。1段よりも2段は。そうね。なかなか難しいよね。やっぱり2とかってなるとさ、うん、やっぱそこまでね、うん、結構時間が迫ってるけどね、急がなきゃね。まあそのデザイナーさんがね、スケジュール通りに仕上げてくれるといいけど。うん、そうだね。うん、だからもう今度のなんだっけ、ミーティング、はい、打ち合わせの時には、うん、もっと翔太とさ、俺の中でもさ、うん、ちょっとキャラクターのさ、ちょっとどうしてほしいっていうのを具体的に決めといて、うん、しっかり伝えられるようにしたらいいじゃん。うんうんうん、そうね。うん、何見てんの？僕らの YouTube の翻訳をしてくれてることをメッセージをしてる。あ、そうなんだ。うん。今二人に頼んでるんだっけ？そう、二人。ねえ。どっちも大学生。うん。20歳ぐらいかな。うん。ありがたいよね。ありがたいね。だからすごいよね。翻訳ができるって。そうだね。いいよね。なんか若いね。スタンプでやりとしてんの。そうなんですよ。いや、なんか、まあ、年下なんだけど、なんかその、僕が思うのは、うん、その年上に対して、うん、話しかけづらかったり、することってよくあることだと思うのね。うん、だから、なんか、そう思われたら損だなって思うの、正直。うん、
年上の方が、方が、なんか彼のその素の良さを出しきれなきゃ意味ないなと思ってて、だから僕はちょっと痛いとか、全然舐められてもいいなと思ってて、それを考えがいいのかわかんないけど、なんか向こうがなんかめっちゃ言える関係であってほしい。言いやすいっていうかね。そう、言いやすいとか、もう舐めかかってても全然俺はその方が彼の良さが出ると思う。って思うから、結構そういう感じで接してることは多くって。あ、そうなんだ。一人の子に関しては、もう最初は、はい、はい、みたいな感じだったけど、今はもう。フレンドリーにできてる？お願いしますって。お任せあれ、びっくりマーク、音符、ハート、みたいな、なんか、そういうのが、まあでも、彼の良さかなと思ってて、それは、俺は割と好き。そういう子は。で、もう一人の子は、割と、なんて、真面目な子なの。まだ、引き出せきれてないんだけど、俺が。あ、そうなの？うん。でも、もう少しで、多分、開いてくれるはず。でもこれあれだよ、後でこれ、どっちがどっちのこと言われてんだろう、とか、いや、もう本人わかるでしょ。わかるかな、わかるじゃないのって思うな。なんか僕が年上とか上司の人に対して結構言えなかった人だから、なんかそういう風になりたくないなと思ってて、下の子の才能とか、そういうのを潰してる気もするのね、ってなるとやっぱり最大限その子の良さとかを引き出すにはやっぱり話しかけやすいとか、そういうものであるのかなとは思ってて。何よ。いや。うん。っていう感じです、うん。お腹すいた。いや。よっ。お腹すいてよ。なんか、ちょっと豪華なもの食いたい。豪華なもの？うん、なんか力が湧くようなものが食いたい。うん、いいね。食いたい。何がいいかな。決めといて、そしたら。で、今日土曜日だよね。めっちゃ混んでんじゃない、もしかしたらそこらへん。あー、いや、でもそう、どうだろうね。混んでるかな。はい。お腹すいた。いや、声でか。お腹すいたね。お腹すいたよ。横でいいよ。おう。お腹すいた。今日はご飯、美味しいものを食べたいな。何がいい？決まったの？そういえば。決めた？でも、定食？定食？うん。なんか、美味しいもの食べなきゃやる気が出ない。海鮮とか。あー、いいね。乾杯。撮ってる？撮ってるよ。あ、撮ってるのか。うん、ノンアルコールビールでーす。イエス。ありがとう。うん。どう？今日はあと何する予定なの？ご飯食べた後は、あと、ご飯食べた後は、その後編集して、で夜からは、本当のアルコールを飲む。家でね。家で。週1回ぐらいはね、もうめっちゃ飲んでもいいかなって思って。いただきます。めっちゃうまそう。結局あれじゃん、ミックスフライにしたんだ。いや好きなんだよコロッケが。いや美味しいよね。俺はお刺身定食にしました。うん、エビフライいる？食べて。あ、いるが欲しい。なんか最近そのわさびもいける気がするんだよね。辛いのが。辛いのが。うん。わさび丼とか食べてた。あー、美味しそうだよね。ね、美味しそうだよね。うん。うん。うまっ。何やってんだよ。一人で、もだえ苦しんで。まあ動画編集とかさ、YouTube とかやってるじゃん、どういうことがモチベーションになってるの？モチベーション？モチベーションか。もともとは自分のためにやってたけど、今は
どっちかっていうと周りのためというか、うんうん、自分というよりかは、まあ、見てくれてる方たちのためでもあるし、うんうん、今その周りの支えてくれてる子たちが、まあ、自分たちよりも若い、ね、20代前半の子たちで、なんかその失敗例になりたくないというか、うん、なんか失敗を重ねるとなんかその諦め癖がつくところがあると思うの、人って。そうね。だから成功する方がどんどん挑戦する力とかもついてくる気がしてて、だから失敗例になりたくないのが強くて、それが大事かなと思ってる。PV だっけ、その、今年は絶対撮りたいなっていう思っていたけど、うんうん、まあ、こういう緊急事態宣言がずっと重なって、うん、まあ、難しいかなとも思ったので、もともと8月ぐらいに京都で撮影しようとしてたじゃないですか、うん、7月かな、うんうん、で、まあ、その緊急事態宣言が出てきて、うん、で今9月になって、うん、でもね、もう絶対撮んなきゃいけないんだよね、うん、今年中、うん、できれば絶対京都行って撮りたいし、うん、待ってる時間はないかなっては思ってる、うんうん、頑張ってる人たちがこんなにいっぱいいるから、うん、自分たちはもっとやっぱ頑張んなきゃいけないなと思ってて、うんうん、とは僕は思うから、うん、だから頑張れるかなって、うん、なるほどね、うん真面目じゃね真面目やだな、真面目なやつって思われたくないの、ね、なんか忙しくありたいんだよね、俺。あ、そうなの？なんか忙しいと、うん、まあ考えることはもっと増えるかもしれないけど、うんうん、生きてるって思うのね。ああ。まあそうね。生きてるって思うし、うん、うん。やっぱり自分らしくいられるのは忙しい方かなと僕は思うから、うん。うん。今充実してるの？充実してるかな。うん。でももっと忙しくてもいいかなとは思う。あ、そうなんだ。そう。なので、もし、まあその編集とかで、うん。悩んで、うんしたら、うん、ぜひあの DM なりインスタの DM とかツイッターの DM とかでも、うんうん、送ってもらっても全然構わないし、うんうん、っていう感じかな。あの編集もねできたらもっとしたいって言ってるもんね。忙しすぎなければね。でも忙しすぎてもいいんじゃない。しょうちゃんだったらやれるんじゃない。そうかもしれないね。まあ体調だけは気をつけてね。うん、量全く映ってないけどいい。今回はあれでしょ、翔ちゃん密着だからいいの。声だけの出演で、出演料発生してるから。ひょにょ、お酒買えるし。わーいわーい。楽しそうだね。わーい。今日はいっぱい飲んで、また明日頑張ろうみたいな。そうね。明日からね、またね。一日でございます。ウォウ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 、世界が羨む。やばいな。ありがとう。さあ、というわけで、はい、並べ終わりました。ほんとやばいよね、すごいよね。ちょっとバーって一通り見せちゃう。うん。いやすごい、ベッドがね、ほんとに埋め尽くされました、すごい。すごいな。並べるので息切れしたもんね。ほんとにありがとうございます。ありがとうございます。花の精も出来上がりました。というわけでですね、今月の6日にパートナーシップ宣誓をして丸3年経ちまして、
はい、まあ、皆さんから、うん、まあ、Twitter、インスタ、はい、あと YouTube のコメント、あとこういう感じでねプレゼントを送っていただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。4年5年6年10年20年とね、翔太とずっと一緒にいれるように、はい、はい、仲良くやっていきたいと思いますので、ぜひぜひこれからも応援よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい。